はい、こんにちは、夏林です。今回はアバウトヴィンテージさんの腕時計1960レーシングクロノグラフのご紹介です。見てお分かりの通りね、クロノグラフタイプの腕時計なんですけれども、アバウトヴィンテージさんね、僕のチャンネルでもたびたびご紹介してるんですけれども、なんか過去一かっこいいデザインなんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。基本的なスペックはこんな感じですね。一応ミッドナイトブレーっていうカラーになってます。ケースが40ミリで、スチール製です。サファイアクリスタルガラスを使ってて、ムーンペンとはね、クォーツ式で、まあ面倒がないタイプではあるんですけれども、なんか機械式って言ってももう差し支えないぐらいめちゃめちゃかっこいいデザインで、僕もすごくお気に入りです。追加のストラップをね、もう一本選ぶこともできます。今回ね、僕、差し色のこのワインレッドをね、選んでみたんですけど、結構おしゃれな感じ出てるんじゃないでしょうか。オンラインショップでね、こんな風にこう画面を見ながらデザインを変更できるので、お好みの一本を選んでみてください。こちらのモデルにはね、ホワイトモデルの色違いも存在します。どちらもね、すごく人気があって、販売してからすぐ完売になってしまったんですけれども、新しくね、3月に再入荷が決定しましたので、概要欄の方に僕のクーポンコードがありますので、ぜひそれ活用して、お得にゲットしてほしいなと思います。レーシングクロノグラフっていうね、名前の通りなんですけども、やっぱりね、これ運転中に使いたくなるモデルですよね。で、あの針のね、デザインもすごく見やすくなってて、もうパッとね、見ただけで時間がわかるっていうのが、このモデルの特徴だと思います。まあかっこいいのでね、はい、助手席の女性にもアピールできるんじゃないでしょうか。今回ね、アバウトヴィンテージさんからこちらのコレクターズボックス6ピースっていうものもご提供いただきました。時計の好きな方ね、自然とこう本数も増えてくるかなと思うんですけども、こちらの専用のね、ディスプレイボックスを用意することで、コレクションも映える感じになるんじゃないでしょうかね。お持ちのね、時計の数に合わせて3ピースタイプ、6ピースタイプ、あと12ピースタイプっていうね、大きなものも選べます。あとね、こんな感じでウォッチロールっていうタイプも選べますので、これだとまあ持ち運びができるっていうタイプなんでしょうかね。あとはこのウォッチポーチっていうのもありまして、これもなかなかおしゃれですよね。スウェードのレザータイプですごくかっこいいと思います。今回紹介した1960レーシングクロノグラフ以外のモデルでもね、適用できます 15% オフのクーポンコードが概要欄の方にあります。今回紹介したね、モデルもすごくかっこいいんですけど、それ以外でもね、素敵なモデルたくさんありますし、レディースモデルもありますのでね、ぜひオンラインショップ覗いてみてほしいし、クーポンコードをぜひ使ってみてください。このモデルね、発表当初僕もなんかインスタの広告かなんかかな、それで見かけたんですけどもね、なんか見た瞬間に、あ、これかっこいい、絶対売れるわって僕も思ってたモデルなので、今回ね、紹介することができて僕も嬉しいです。今回はアバウトヴィンテージさんの腕時計1960レーシングクロノグラフのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。夏林でした。バイバイ。